ニューヨークにて、ナオミ・ウルフは、リベラルフェミニストの、フェミニストライター。米国サンフランシスコのユダヤの家系に生まれた。イエール大学で学び、ローズ奨学金を得て、イギリスのオックスフォード大学ニューカレッジで博士号を取得。第三次フェミニズム運動の論者の一人で、男性優位社会におけるファッション業界と、美容業界による、 イメージ戦略が、いかに女性が不当に搾取し痛めつけているかを、告発した、諸女作、美の陰謀女たちの見えない敵が、国際的ベストセラーになり、一躍著名人となった。自作ファイアウィズ・ファイアでは、新たな女性のエンパワーメントの方法を、また、生体験では、思春期の女性について、さらにミスコンセプションズでは、女性の出産について論じている。 1999年に、大統領候補、アルゴアの選挙コンサルタントとして、ゴアを厳しく批判する発言をし、ベータを捨て、アルファになれという流行語を生む。学者でもあるフェミニストのカミール・パーリアは彼女を、ヤッピーフェミニストと評した。ウルフは2008年10月22日、ポッドキャスト番組、ザ・アレックス・ジョーンズショーのインタビューの中で自身が、ユダヤ人であり、 父親の家系が、ホロコーストによる強い迫害を受けたと語っている。ナオミウルフ、フェミニストコンサルタント通語は、クラリファイズ・ハーキャンペーンロール、ニューヨーク・タイムズ。ありがとうございます。